そう、河野池新が阿造、河野池直文慶安三年十二月五日は、安土桃山時代から江戸時代前期にかけての豪商。河野池財閥の始祖、山中高生の長男で、通称を新緑、新江門。豪を総窓か。または山中みゆ元ともいう。元気元年、山陰地方の戦国武将で天子家家臣。 山中高生の長男として誕生。父、高生は、幸い元を山中家の本家にあたる別所氏の家臣、黒田幸隆に預けていた。これは、着手のなかった幸隆に壊れて、幸い元を黒田本家の養子することを承諾したためとされる。この黒大地族は、過去川の上流黒田省一円に、とぐろいしており、幸い元も黒田省で育ったものと考えられている。 ところが、父、後生は、毛利氏によって、天正六年に討ち死にし、黒田幸隆は、同年に、豊臣秀吉のため滅びた、実父と養父が反対の陣営にあり複雑であり、そのどちらかの死により居所を捨てねばならなくなり、九歳で、流浪のみとなった。この前後の詳細は不明であるが、大王子である、山中のブを頼って、伊丹へ落ち延び、養育されたという。 成長した幸い元は山中氏を称したが、これは五代前の黒田治虫が身を隠していた時期、山中と称していたことにならったという。幸い元は、伊丹の地で遅くとも、慶長年間の初めには、酒造業を始めており、慶長四年には、江戸送りを開始している。馬による輸送で、江戸送りの元祖と言われた。折からの江戸時代の始まりと、 相揃って事業は発展拡張した。称号は地名を取って、河野池屋と合した。特に事業が飛躍した要因としては、聖酒を開発したためとされる。節用落ち募集など、多数の文献にある聖酒の伝承によれば、河野池山中屋の店で叱られた手代が、腹いせに逆だるに、かまどの灰を投げ込んだために、濁り酒が芳醇な聖酒になったというものである。 本格的な聖酒の生産は日本の最初とされる。慶長19年最初の家訓である幸いもと子孫聖史条目を定めた。現那年間に次男以下と共に大阪に進出して酒造業を大規模に拡大し、官永年間には九条島が開発されるや、ここによって海運業を起こし商品運送を始めたが、間もなく江戸幕府による 三勤交代の制度ができたことにより、西国大名の運送を受け負って成長した。幸い元の生涯を見ると、事業が非常にタイミングよく展開していくのがわかる。大阪における本拠地は泉町であったと思われるが、これまで家市、年表、経図等に内旧法寺町を本拠地としたとされているが、これは口実するごとく誤りである。幸い元は、 山中厚生の実施であること、山中家の本家黒だけの後を継ぐべき立場にいたことなど、自分の羊を秘匿し、近海の一書、威訓にも書き記して、子供たちにも秘密を命じた。これは、未だその類が及ぶ恐れがあったことと、武士を捨てて事業に生きる時にはその経緯が、害にこそなれ、益にならずと考えたからである。しかし一度だけ自ら、その金を犯したことがある。 源奈元,元年に、高野山へ参じ、廃墟に近い状態であった、山中高生ゆかりの寺、上地院を最高修営県と改め、三来に高生の墓を混流したという。なお、晩年は、高野山に陰性したい希望であったと言われるが、果たせなかった。関営元年、山中家先祖伝来の貴境の家門を崩し、坂だるの口詰めをかたどって、後は違いの家門を草案する。 俗二五山という。寛永八年には山中市加盟相続定め書きを記した。寛永九年には自らの肖像画と木像を作らせている。木像の方は筋骨たくましく、表情は静寛、豪傑風の壮年を忍ばせているのに対して、肖像画の方はこうなりなを遂げた円満な晩年を描いている。これらは自生の準備であったとされる。昇法元年。 高野山にて受会し、一応総縁と合す。商法3年2月12日に妻、花が、去年82で死去。慶安3年12月5日、死去。去年81。墓所は、大阪市中央区中、寺町2丁目の秋田館、兵庫県伊丹市、河野池の次元寺、大阪府池田市の、大広寺、高野山奥の院などにあり。 法号は、実相院に一応相縁故事。伊丹の本家は七男親衛門元へが継承し、大阪の事業は、全米秀重、又衛門の姓、全衛門正重の三兄弟が相続した。ありがとうございます。